それでは豚肉とピーマンのちょい辛炒めを今から作りたいと思います。まず最初にですね、ピーマンを、ね、炒めるんですね。これはね、結構炒めた方が美味しいです。でピーマンの切り方なんだけど、これピーマンってこうなってて繊維断ち切ってます。こう切ってませんから。なぜかというと、ね、食べたら分かるんだけど、ものすごくこうピーマンがこう融合して一緒に入ってくる切り方なんですね、これね。はい、これを。結構あのピーマンしんなりするまでね、これ炒めます。実はこのピーマンなんだけど、僕ピーマンだけ炒めてね、これをあのおかずにしてるんですよ、実を言うと。ピーマンいっぱい炒めて、でこれ色はあんまり良くないんだけど、ご飯にまあ合うこと合うこと、うん、常備菜だね、うちのね、これね。ピーマンの嫌いな人でも結構いけちゃうかもしれないな、これ。僕の夢はね、落合さんに人参をたっぷり食べさせるっていうのがね、僕の夢です。無理だな。はい。やっぱりね、こう見てわかるんだけど、ピーマンも水分ちょっと出てくるの、ほら。面白いでしょ、ほら。これ。これピーマン、これ。出てくるんですよ。これ面白いのはね、火力に応じて出る水分も違ってくるのね、実際の話ね。量多ければ大変だよね、うん、大量に作る場合と家庭でも本当にピーマンを5、6個炒めるとはもう全然わけ違うから。これも同じようにね、少しこうこの澄んでくるから、はい、このぐらい澄んできたら、これ豚のバラをねこう入れていきます。あとお箸ちょっと用意してくんない？これ調味料入れていきましょうね。お酒、これみりんね、みりん、醤油、これはオイスターソースね、これ入れて炒めていきます。この頃になるとピーマンがもうかなりこうしんなりで、これがね、家庭にいない調味料ね。これあの唐辛子の種を取って3つの醤油でブレンドした特製のタレ、青唐ね、これがあのちょい辛で、どうしてもね、ちょっと見てください、ほら、これ水分出てきます、これ必ず。これもったいないね。これ水溶き片栗粉でこれを全体にきれいに絡めちゃう。もう少しずつ入れて絡めちゃう。ほら、ほらほら、もう絡まった。ほらほら見て、もうない。今きれいに材料に絡まりました。絡まったらば、ここへこれラー油ですね。ラー油とこれごま油、この香りを出します。はい、出来上がり。はい、豚肉とピーマンのちょい辛炒めの出来上がりでございます。